今日も毎週やってますけど、モッパンをやっていきたいと思います。今日のメニューはユッケを食べていきたいと思います。でもなんか普通のユッケじゃなくて、今回見つけたのがユッケビビンバじゃなくてコチュジャンユッケビビンバっていうのを見つけてね、今日は食べてみたいと思います。今日はね、出前です。ドーン、フライトです。とりあえず、うわ、定番サッコーン。じゃあまずこちら、これさ、おかずなの。이거반짱인데반짱반짱짠이거蓋뚫어와짜잔에비프라이또무말랭이또오뎅또소세지또치짜이만두또크로이마메이거반짱これね、なんか選択できるの1個、このエビフライのところが。とんかつかエビフライで選択するんだけど、私エビフライにしたけど、こんなちゃんと来ると思わなかった。あ、で、なんか韓国のなんかこういうビニール的な感じで来るやつは、なんかこれがついてんの。これ何かわかんなくて、これをこうやって剥がそうとする人がいるんだけど、これ、なんかこのとんがってるところで、こうやって、バスって切って、開ける。カッターではないんだけど、こう、とんがってるからビニールがこう切れていくみたいな。テンジャンチゲじゃなくてテンジャンク。なんか味噌汁的なチゲよりももうちょっと、なんかさっぱりしたやつ。そして、今日の主人公くんで、ボゴーイコ。なんかね、重いの。開かないんだけど。おお、てぃーん、見てこれコチュジャンユッケだから、普通のユッケよりもちょっと赤く見えるかも。手分けた。で、これがね、セットでいくらだと思う？이거얼마인줄알아？2500、25,000원、15,000원、30,000원、20,000원。まだ正解がないんですけど、なんか私こういうの待てないから言っちゃうね。이거1600円、これ1600円だよ。こんなについてて、セットで1600円、16,000원이요、16,000원。で、これがコチュジャンということで、じゃあね、食べていきたいと思います。韓国でもこれの、この値段でこれだけ出てくるのかなりコスパいいと思う。これマスタードとケチャップだから、多分エビにつけんだ。最初はコチュジャン入れないで混ぜてみる。なんかね、パッと見もうね、コチュジャンちょっとあえてあるっぽいんだよね。中身的には卵ともやしとキムチとユッケと野菜とご飯。てかさ、ご飯の量やばくない？こんなに多いんだよ。ユッケマンのさっきのコチュジャン入れていきます。うますぎ。いや、더넣어도되겠다。コチュジャンの味진짜대박인데？달달하면서진짜매콤해。でも韓国ではね、こうビビンバ混ぜるときに、なんか箸で混ぜろっていうのって。でも私よくわかんない、一回箸で混ぜてみたんだけど、あんまりうまくできなくて、スプーンの方がいいということで、まあいいかな、こんな感じで。じゃーん、見てー、じゃーん最近なんか二重顎が気になってきたんだ。美味しそう。しかも重い。ユッケがさ、最初見た時からめっちゃ多かったじゃん。だからなんか混ぜてもめっちゃユッケがめっちゃ見える。見て。はい、それでは、잘먹겠습니다。いただきます。うまい。なんかユッケからこう生臭い的な匂いも全くないし、うまっ。うん、なんか中時々入ってるね、キムチがめっちゃいい味出してる。安心してください、履いてますから。じゃーん、はい。日
はエビフライっていうと大体なんて言うんだろう、タルタルソースだけど、ここはねケチャップとマスタードです。うわ、めっちゃサクサク。マジで美味しい。エビの尻尾食べない派だったんだけど、なんかもったいないなって思い始めてから食べるようになった。うん、된장국은원래안매운건가？된장국ってもともと辛くないやつなんかな？된장국원래안매워요？아된장국ってもともと辛くないんだって。これさ、冷めてんだけど聞いて。宅配まで40分から1時間かかりますって書いてあったから、私7時半過ぎぐらいに頼んだ。そしたらまあ8時半から放送しようと思ってたからちょうどいいなと思って、だけど20分弱で来たの。だからちょっと冷めちゃった。ちっちゃい餃子。コンビニのお弁当にあるおかずの味がする。なんで連続チャビ。私左利きなんだけど、ハサミとかあとボール投げたり蹴ったり、針は両方できるけど両方使う、うん、え、これ黒豆がさ、髪の毛入ってくるって言ったか。毛が細くてさ、なんか将来心配だか。うん、あ、イカ水ですか。そう、なんかイカ水、うん、イカ水なんか食べると妊婦みたいになる、マジで。そう、私もイカ水でなんか太れなかったの。なんか多分イカ水の人って運動量をちょっと運動しても普通の人のなんか運動量の多分めっちゃなんかやばい。なんかごめん、全然言ってることわかんないよね。だから私運動ダンスやってる時に全然太れなくて、最高でも41キロ、だからもうずっと30キロ台だったんだけど、ダンスやめてなんかこう勉強に没頭ってか勉強しなきゃいけない状況だったんだけど、し始めてからちょっと太った。だから本当に全く運動しなければイカスも太れる。あ、민족村の動画見てくれた？でも民族村の영상봤어요？でもあれめっちゃ恥ずかしかったんだ。なんか小学生たちがめっちゃ多くて、それかと思ってこうやって一人喋ってるからさ、なんか韓国でそのアフリカ TV っていう、なんか個人放送 BJ って言うんだけど、それか YouTuber って見るからさ、みんなめっちゃ見てくる。プラス私が女なのに男装してるじゃん。だからすごい見てきて、今までで多分一番恥ずかしかったかも、あの撮影。本当に超恥ずかしかった。で、小学生だったらまだいいんだけど、高校生ぐらいの、ね、子たちもいたの。だから、おおみたいな、なんか男の子の子、ちょっとさ、なんかやんちゃな集団とかにすごい見られて。高校生たちが一番怖いからね。あの子たち、本当怖いもんないから、女の子も。私も高校の時はね、怖いもんなかった。右手で食べてみて。お弁当も。わあ！ダーペ！全然無理、全然無理。그러면デザート먹을까？じゃあデザート食べようか。じゃあトマト。2箱で400円。今度さ、なんかあの美容とかダイエットとかスキンケアとかそっち系のやつまとめてみんなのなんか質問に答えるライブやるね。かおるさん、幸せって何ですか？
美味しいものを食べて、あったかい布団で寝ること。みんな高評価とチャンネル登録お願いします。明日学校の人じゃない、バイトとか仕事の人頑張って。ファイティン！チャイチャー！おやすみー！